シュニッツァー BMW3.5CSL、シュニッツァーモータースポーツは、ドイツミュンヘンを本拠とする1967年設立の、モータースポーツチームである。ドイツ語では、シュニッツァもトーも東アシュポルトに近い発音になる。かつては、BMW の販売代理店も手掛けていた。グループ5時代ドイツのトヨタディーラーから依頼を、受けセリカ用の DOHC16 バルブヘッドを、製作した。 近年は世界ツーリングカー選手権に BMW チームドイツとして参戦している。ヨーゼフ・シュニッツァーと弟のヘルベルト・シュニッツァーによって1967年に設立された。兄弟のまま父であるカールラムは自動車修理と販売を制御としており、兄弟は共に20代となっていたが1962年にレースを始め、 1966年にはヨーゼフが BMW2000 によるワンメイクの選手権でチャンピオンとなるほどであった。1968年には自身のレースチーム運営に集中するため、二人ともドライバーとしての活動は止める。1970年代になると、規定であるカール・ラムとディーター・ラムもチームに加わり、以後はチャーリーがチームマネージャーとして、 レース現場を取り仕切るようになる。1978年に社長のヨーゼフが事故により死去したため、ヘルベルトがその座を引き継いだ。BMW 以外の自動車メーカーの車両も手掛けては、いるが設立当初より、BMW 本社、BMWM ブランドの車体をベースに各種のツーリングカー選手権で活躍しており、多くの場合、BMW のワークスチームとして参戦し、 ツーリングカーレース、耐久レースの分野における BMW の成功に大きな貢献をしている。モータースポーツ活動の傍ら、BMW 及びミニの正規ディーラーとして一般向け自動車販売も手掛けていたが、2010年代に入り、シュニッツァー一族で同事業の相続を希望する者がおらず、同事業を売却し、モータースポーツ専業となっていた。 2018年11月、チャーリー・ラムが代表を退くことを発表。後任には、ヘルベルト・シュニッツァーの息子である、ヘルベルト・シュニッツァー・ジュニアが就任した。2020年12月4日、BMW モータースポーツは、プレスリリースを発行し、長年ワークス活動を支えてきた、シュニッツァー・モータースポーツ、ベルギーの RBM との契約を終了したと発表した。 そんな中、契約解除となったシュニッツァーが BMW との契約終了に加え、新型コロナウイルス化の中での資金繰りが困難となり、57年もの間世界の第一線で活躍したチームのファクトリーを閉鎖する方向で動いていること、そして18名の正社員全員に解雇通知を通達したことが分かった。前述の通り自動車ディーラー業から撤退していた。 ことも裏目に働いたという。2020年の年末、シュニッツァーモータースポーツは、半世紀以上にわたる、モータースポーツ活動に終止符を打つことを発表した。シュニッツァーモータースポーツは、1987年、ドイツ最大の BMW ディーラーである、コールオートモービルグループと、BMW 社に特化した、チューニングパーツ及びコンプリートカー製造、販売会社、AC、 シュニッツァーを設立した。技術提携や資金協力等、両者の関係は深いが、AC シュニッツァーはコールグループの参加にあり、シュニッツァーモータースポーツとの間に直接の資本関係は存在しない。両者の関係を大まかに言うと、レース部門がシュニッツァーモータースポーツ、チューニングパーツコンプリートカーの販売部門が AC シュニッツァーといった関係となる。 シュニッツァーモータースポーツはドイツ南部のミュンヘンに存在するが AC シュニッツァーはドイツ西部のアーヘンに存在する。社名の AC もアーヘンのナンバープレートの地域コードに基づくものである。ありがとうございます。